はい、どうも、タクタクです。赤い村。本日はこちらのゲームをやっていきましょう。なんか、シンプルなタイトルですね。そして、RPG スクール2000製のゲームということで、なんだですかね、この、なんかもう2020年が迫っているというのに、19年前のツールですか。すごいよね。行きましょう。なんかこだわりがあるんでしょうね。BGM もなんか夢日記で聞いたことのある BGM だったりとか。うん。RPG スクール2000。でも2000っていい響きですよね。キー版。いい感じの。この方が作られたわ。あ、こういう感じで最初に使っている素材をね、出していくというのは珍しいパターンかもしれない。うん。あ、でも、まあ、よくね、よく見る有名なサイトの、うん、素材を使われてますね。うん、スラッシャー松井。すごい名前だな。ラッシャー板前みたいなね。たけし軍団を彷彿させる。こさ。たけ、助けて、かな？苦しい。ん？巫女様。助けて。あ？赤い村。超赤い村。魔界村みたいな感じで言うんじゃないよ。赤い、目が赤い。魔法陣が。うわ、このビジュアルやばいね。ね、今となってはもう公開ができない。ドラえもんのび太のバイオハザードを彷彿させる。今の声は、夢。どこ、ここ。私、確か友達と山登りに来てて、山を登り始めたから途中で天気が悪くなって、ダメ。思い出せない。一体何があったの？他のみんなは大丈夫かな？いた！嘘、足怪我してる。どうしよう。誰か助けを呼ばないと。スマホはバッテリーが切れてる。あ、なんか、スマホはあるのね。ね、2000製だからもっと前の話かなと思ったけど。なるほどね。スマホはある。あそこの車に何かないかな。さて。あ、いきなり、これは、セーブができるということ？セーブしたのかな？あ、これのことか。なんかピカピカ言ってんの？これ何？あ、ライフは減ってる。せい28。車、あれ？車、あれ？ちょっと待って。車、これ調べてないか？俺もしかして。あ、来た。あ、包帯が置いてある。はい、止めましょう。包帯を手に入れた。あ、これは、座席の下にサンダルが置いてある。取りますか？はい。サンダルを手に入れた。え、これ装備しろってこと？何？インって何？装備。ちょっといろいろあれだけど、登山用の服。うん。登山に来てたのか？帽子は、ま、ピアスと頭はね、ピアス。大学入学の時にお祝いにもらった靴。でも、サンダルを履く。装備すると歩く速度が少し速くなる。3上がるんですね。で、アイテムは？包帯。あ、怪我は25。今これ、怪我してるってこと？じゃ、怪我を、はい、治療します。飴玉は？お腹空いた時にと、インって何？インって。インは使えません。で、あ、動けるね。うん、あ、キノコ生えてるよ、キノコ。ミホミダケが生えている。おっと、何？ミホミダケって何なの？ミホミダケって何だ？ミホミダケって。これ、セーブってどうやってすんだ？これ。さっきできたけど。まあいいや、ここ入るのかな？なんか魔法陣みたいなのいっぱいあるけど、内側から鍵がかかっている。じゃあ、こっち側から入れるか、これ。裏口っぽいけど。あ、鍵がかかっている。スタッフオンリーのプレートが貼ってある。ゴミ箱調べてみる？ゴミ箱の底に小銭が落ちている。拾いますか？まあ、ゴミ箱の中に入ってたぐらいだからいいでしょう。あ、10円。あ、ま、なんか小田裕二が言ってたよ。なんか10円、500円以下は届けなくていいって、警察に。小田裕二が言ってたんだっけ？小田裕二が言ってたんだっけ？違ったっけ？この土地について書かれたもののようだ。
戦国の武将が落ち延びただとか、政府の、あ、違う、幕府ね。幕府の要人がどうのと書かれているが、言い回しが難しいためよくわからない。なるほどね。結局ようわからんみたいなのは確かにありますよね。こういう石碑というか。で、この五重の塔みたいなのはなんだ？六神の不愚釣りと刻まれている。不愚釣り？何の石碑だろうか。石碑だろうね。水は出ない。これどこに行きゃいいんだろう、でも。なんか、魔法陣みたいなのがあるけど、これは触れたら死ぬとかないよね。これ何なんだろう。でもよくわからないけど、ずっと見てると少し安心するような。なになになに？お、なになになに？なにこれ？あ、頭が。誰か、助け！こっちよ。なに？建物の中よ。早く！建物。このままだと光に消されちゃうわよ。早くこっちへ。何言ってんの？入れるようになったとか、これで。鍵かかってるよね。待って、D も開けるから。あ、なるほど。これはフラグだったんだね。ここに行かないといけなかったんだ。はい、開けた。はい、ありがとう、ありがとう。入りました。早くこの円の中に、あ、お姉さん。お姉さん、お姉さん。終わったのかな？お姉さん、円の中じゃなかったけど。あなた大丈夫？怪我はない？あ、はい。ありがとうございます。無事でよかったわ。あと少し遅かったら危なかったわね。ところであなた、こんなところで何をやっていたの？他にお友達は？私にも何が起こったかさっぱりわからないんです。大学のサークルで山登りに来ていたんですけど、気がついたらこんなところにいて。なるほど。登山サークルってやつですか？なんか、ありがちな。なんて言うんだっけ？こういうなんか、登山するサークルのこと。なんだっけ？ワンダーモーゲル部みたいな。違うか？波長が合っちゃったのね。気がついたら、波長が合っちゃったの。なんの話？ここはどこなんですか？それにさっきの赤い光。ここは、山椒村。うなぎにかけるやつかな。地図には載っていない村よ。山椒村。地図には載っていない。地図には載っていない。さっきの赤い光はこの地方に古くからある特殊な現象なの。あまり気にしないことね。はあ、そうなんですか。でも頭がっていうか全身が圧迫されるような感じがして、一瞬死ぬかと思ったんですけど、赤い光のことはあまり考えない方がいいわ。それよりも早くここから出て行った方がいいわね。帰ろうにも道がわからないんです。それに自分の今いる場所もちゃんとわかっていないですし、目の前の、道路を東に向かって歩けば、この区域から出られるわ。このパーキングエリアの裏手から、道路へ、出られる道がそこから、何、お姉さん！倒れた。大丈夫ですか？私は大丈夫だから早くここから誰かに見られる前に。じっとしていてください。怪我してるじゃないですか。どっか横になれる場所を探さないと。横になれる場所。あ、あったんだ。なるほど。とりあえずここで横になっていてください。ごめんなさい。なんて言ったらいいか。ありがとう。困った時はお互い様です。助けてくれたしね。それにさっき助けてくれたじゃないですか。ね。ありがとう。優しいのね。あ、そうだ。私。初石さやって言います。あら、ごめんなさい。自己紹介がまだだったわね。私は、宮代かなえ。よろしくね。かなえさん、何か治療できそうなもの、飲み物持ってきますので、それまでここで休んでいてくださいね。ごめんなさいね。迷惑かけちゃって。かなえさんは私の命の恩人なんですから、今度は私が助ける番です。包帯と水を持ってきますから、それまで安静にしていてくださいね。包帯なら持ってますけど。あ、違うわ。自分で使ったんだ。飴玉。これはどうなの？これは。あ、回復薬か。使っちゃったけど、よかったんかな？まあいいでしょう。これ何？うんちではないよね。石、瓦礫って感じか。包帯と水だったっけ？これはあれでしょ？赤い狐と緑の狸でしょ？これ。インスタント食品。インスタント食品は賞味期限過ぎても大丈夫って聞いたことあるけど、やめておこう。賞味期限切れてんのこれ。古いだし並んでいる。まあ、でもなんかインスタント食品ぐらい食うけどな、俺。賞味期限切れたところで、マジで。あー、賞味期限の切れたお菓子類が並んでいる。ここいつから、これなんか見た感じコンビニっぽいけど、まあ、売店か。売店っぽいけど、
なんかの売店なんでしょうね。公園とかの、飲料が並んでいる。缶の底が錆びており、とても飲めそうにない。缶って錆びるんですね。アルミ。まあ、スチール製もあるか。紙パックの飲料が並んでいる。どれも変色しており、変な匂いを放っている。水は水、水、水。うん。見た目は、基本的に完全に過ぎている。水ぐらい大丈夫なんじゃねえのか。あ、マリモが置いてある。枯れちゃってるっぽいけど。マリモってことは、北海道？マリモって北海道以外にもいるんだったっけ？どうだったっけ？マリのようなもだからマリモ。あ、電池が置いてある。はい。電池を手に入れた。なんで電池？どれも入れ物が傷んでいて、うん。なんで電池？あ、自販機ならなんかあるかもね。電話帳が置いてある。電話つなが、まあでしょうね。やっぱり無理か。自販機の釣り線口には特に何もない。釣り線口にこれ、ああ、失敬しましょう。100円ゲット。お、110円。110円あるからなんか、これ外出れんのかな。ああ、ツタが絡まっていて開きそうになる。やべ、これ結構でも、楽しいな、これ。カセットテープ。あ、天城越えがある。あと、津軽海峡冬景色も知ってる。あと知らない曲ばっかり。電池、また電池？上野発の夜行列車降りた時から、青森駅は雪の中、あ、違ったっけ？ごめんなさい、ちょっとね、はい。にわかで歌いました。あ、これガチャガチャじゃね？あ、ガチャガチャじゃない。これ電池を集めてどうすんの？あ、先輩たちの登った山が乗っている。この PA から結構近いところにあったんだ。あ、パーキングエリアか、ここ。そっか。ここパーキングエリアだ。でもなんで私こんなところにいるんだろう。全然覚えてない。PA ね。うん、電池。ちょ、待って。単一のマンガン電池。ラナソニック製。ラナソニックね。あの有名なね。パナソニック。言っちゃったよ。言っちゃいましたね。この書き置きみたいなのこれなんだこれ。あるよね、こうメモみたいな。これ関係ないんだ。販売機が置いてあると。お腹空いたな、カレーうどん食べたい。カレーうどん食べたい。あ、待って、これなんか置いてんだけど、ここ。あ、小銭、あ、失敬しましょう。7円ここは？レジは電源が入っていないため作動しない。うん。電源が入っていない。ここからお金取ればなんか、悪いことできんじゃないの？この、いけんのかな？こっち側。あ、いけないのか。おお、動くんかい！動くんかい。動くんかいからの、ほい、ほい、ほい。こっち側からかな。ほい、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 ほい。あ、これ怪しい！包帯、はい、取りましょう。包帯を取るために動かした感じか。水だよね、あとね。あとは水。水、水、水。水はどこだ？こっちから行けんのか？あ、行けないか。水、水。これは？マグカップ。昔のアニメのキャラクターっぽいものが描かれたコーヒーカップが置いてある。これはなんだ？連絡事項と書かれたポイントが置いてある。はい、読みましょうか。今回新たに購入したレジは単一電池4個を使って、使用することができます。あ、だから単一電池集めてた。なかなか使用する機会はないかもしれませんが、災害時など非常時に必要になるかもしれません。各員、周知のほどよろしくお願いいたします。なお、使用する電池は、売り場にある電池を使ってもらって構いません。ってことは、売り場に電池が、あ、待って。あそこになんか鍵みたいなのが見えるんだけど、瓦礫が邪魔で取りに行けないな。鍵がかかっている、非常用物資保管用。壊せばいいんじゃないの？ここ空いてるとこは関係ない。さあ絡まっている。コピー機。うん。まあ、じゃあ電池を集めなきゃダメだ。じゃあこれ今何個あるんだったっけ？ 2 個 !2 個あるから。あ、こういうとこ調べてないかもな。売り場にあるんでしょ、これ。あ、なくない？あ、でもこういう風に探してないから。あ、OK！ あと1個じゃないか。うんうんうん。てか、水どこよ？水、水。あった！あ、これで。待って。これでレジがどうとか言ってたの。こっち側から。こっち読んでない。あ、大丈夫。関係なかった。これで。
アイテムで電池を、はい、セットした。でもってドロワーを開けよう。お金が入ってんじゃない、いっぱい。あ、小さな鍵取り、はい、取りました。あ、ということは小さな鍵を使ってこれじゃないか、これ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 、うん、あ、これだこれだ。で、小さな鍵を使いま、あ、来た。え、この中に水とか入ってるってこと？おー、やった、水だ。はい、水を取る。これで揃ったよ。なんだっけ、この人の名前。なんだっけ。なんだっけ、工藤静香じゃないな。そんな名前じゃない。名前なんだっけ。なんで工藤静香が出てきた。ふう、ありがとう、助かったわ。とりあえず、応急処置はしましたけど、早く病院とかに行った方がいいですよ。ありがとう、初石さん。本当になんてお礼を言っていいか。さやでいいですよ。先輩たちにはいつもそう呼ばれています。それに困った時はお互い様ですから。ありがとう。俺と言ってはなんなんだけど、一つおまじないを教えておくわ。おまじない？この地方に古くから伝わる魔除けの印よ。これを使えばさっきの赤い光から身を守ることができるわ。お、それはめちゃくちゃ助かるぜ。おお、五光の印を覚えた。魔除けの印じゃ、だったんじゃないのか。五光の印。なんですかこれ。五光の印の使い方を教えるわね。さっき入り口のところにオレンジ色の円があったでしょう。円の中心に立ってこの印を、はいはい、使用すると円の中に入っている間は邪悪な力から身を守ることができるわ。それから、五光の印を使用した状態で決定キーを押すと、セーブすることができるわ。ああ、なるほど。印を使用するには、呪力が必要よ。呪力がなくなると印が使用できなくなってしまうから、呪力の残りには十分注意してね。オッケー、大丈夫。はい、なんとなくですけど。大丈夫。そんなに難しいものではないから、すぐに慣れるわね。それと、これを持っていくといいわ。四六樹の葉を、キーを手に入れた。呪力を回復する特殊な葉っぱよ。きっとさやさんの助けになると思うわ。めっちゃいい人やん、この人。ありがとうございます。っていうか、かなえさんって何者なんですか？かなえさん。ちょっと変なおまじないが使えるだけの普通の OL よ。オフィスレディ。オフィスレディ。普通のですか。え、さやさんは学生？はい、都内の大学に通ってます。そう、キャンパスライフは楽しい？はい、もともとそんなに積極的な性格じゃないんですけど、サークルの友人や先輩に恵まれて、一緒に食事に行ったり、今回みたいに山登りに連れて行ってもらったり、いいよね、充実しているわね。あ、すいません、なんか自分のことばっかり。いいのよ、楽しそうで何よりだわ。さてと、そろそろ私は行かなくちゃ。どこに行くの？ダメですよ。もう少し休んでないと。大丈夫よ。さやさんが看病してくれたおかげでだいぶ良くなったわ。それに、時間もあまりないしね。何かを解決しに行くんですね。え？帰り道だけど、もう、目の前の高速道路を東へ向かって進めば、この区域から出られるはずよ。東ってどっち？右？左？このパーキングエリアからだと、両方の出入り口が塞がっちゃっているから、裏手からぐるっと迂回して高速道路にも出るしかないわね。ちょっと道のりは長いかもしれないけど、若いから大丈夫でしょう。あ、ありがとうございます。それじゃあ、さやさん、いろいろとありがとう。本当に助かったわ。いえ、こちらこそ。でも本当に大丈夫なんですか？こう見えても結構タフなのよ、私。このぐらいどうってことないわ。大丈夫よ。それよりもさやさんも道中気をつけてね。何かあったらおまじないを使ってみて。はい、ありがとうございます。かなえさんも。お気をつけて、また会いましょう。かなえさんとお別れした。高速道路を東へか。とりあえずこのパーキングエリアから出る道を探さないと。さて、いろいろセーブとかもしたいよ。これでセーブができるように、ん？なってない。インはいはい、これちょっと使ってみていい？使ってみた。あ、できる。セーブできました。これは？解除的なことはできないの？わかんないけど。わからん。まあ、とりあえずここでセーブしとくのは丸だと思うんですよね。で、俺気になってたのが、このね、このキノコ。これ取ってみていい？これ。これ通ると、見本見だけ、これ通るとどうなるわけ？これ。生えている。あ、待って、ちょっと待って。磁力が1回復する。あ、ほんの少し回復するって書いてあるわ。これ気になったんだよね、俺。これもしかしてこれアイテムじゃない？ほら！これもアイテムだ。え、どうすりゃいいんだ、これ。東でしょ？右側か？
え？移動できない。どこに行けばいいんだろう。あ、見本見だけがまたあるよ。キノコ狩り。イエーイ。通れないよね。これ伝わ、伝えない。伝わ、伝えないだって。ははは、おかしいねー。おかしくねえよ。頭の、あなたの頭がおかしいよという。こっち通れたりする？通れないよね。なんかあの車とか気になるし。雑草が邪魔で通れない。あ、待って。雑草が邪魔で通れない。そんな時は、俺なんか、こっちになんかそういうのがあったような気もしなくもないよ。ここ。非常用物資。あれ。ないね。うん、なかったね。なんか、ちょっと待って。あっち行けんじゃねえ、これ。こうでしょ？葉っぱあるよね。あのゴミ袋はどうなの？ゴミ袋は動かせるもんなんかな？ゴミ袋動かせんか。あっち側に行くにも方法がありますよね、多分。あ、これお金じゃない？そういえば。ええー。お金結構関係すんのこれ。あ、ここにもお金ある。8円。結構お金。ちょっと待って、これやばい。これやばい。これやばい。これやばいことになってる。これやばいことになってる。これどうなの今。これ今、これどうよ。どう？あ、使ってみます。これもやばい状態だ。ダメやん。減ってる？あ、減ってないか。これどうやったら終わるのこれ。あ、終わった。あんまりゆっくりできないってことだな、これ。さっさと探索を終わらせないといけない、多分。ちょっと待って、お金を拾ったまではいいけど。どこ、どこをどう行きゃいいのこれ。あ、ここにもミホミダケが生えてるわ。ミホミダケ。てか結構しっかり作られてんな、このゲーム。水は出ない。今こそここ通れるかな？通れないか。スタッフオンリー。鍵がどっかにあるとか。鍵。この中まだあるかな？ないか。これ動かせない。てか、あの鍵が取りたいよね。この鍵が。この鍵取りたい。あっち側から行けっかな。あっち側から行けっか。こう来て。うわ、ちょっと、やばいって。取れるこれ。鍵落ちる。はい、拾う。ストラップ付きの鍵。やばい。これライフどのペースで減るこれ。え？もうゲームオーバー？やば。続きから。ここか？ここからか。はい、ここから。ちょっと、あんまりゆっくりもしてられないから、こう来て、はい、鍵を取ります。この鍵は、ちょっと見てみよう。スタッフ、あ、わかった。あっちだ、あっちに行けばいいんだ。でもお金とか取りたいよね、これね、お金とか。お金は取ってこう。お金が、はい、ここにある。お金ある。ここにもあります。お金。でも、外出ないと。いや、これあんまなんかじっくり探索できないですね。もしくは探索したら一回リセットして、必要なものを最小限の時間で取り、みたいな。そういうなんか、回り方をしないと。回復には絶対制限、限りがあるから。ほんと、それぐらいストイックにやっていかないと、これは、なんだろう。攻略できないんじゃないかなと思う。どう思いますか？何でも視聴者に委ねるな。はい、早く取って。はい、早く取って。で、ここも。はい、ちょっと、コントローラーの性能よ。はい。早く取って。で、ここで、アイテム。これでしょ？これ使うんでしょ？どうせ。おい、来たー。で、こ
これ新しい。あ、なんか光ってる、なんか光ってる。お、近、お、お、なになに、触れてみますか。はい。生命力プラス1。な、よくわかんないけど、なんか、い、なんか、待って、プラス1ということは、あ、あ、31、なるほどね。で、ここで、オッケー、ここまで来れば安心じゃないか。はい。取ります。これ、みかんみたいな、これ何？みかんみたいのは。あ、なに？みかんもこれ何？アイテムだったん？もっと早く言ってよね。で、これ、こ、こういうこと、こういうこと。あ、こういうことね。じゃ、みかんもこれ取れるじゃん。みかんも取らせて。みかんはちなみに取ると、みかんが三日ないとかいうね、そういうくだりもどっか挟むかもしれませんけど、生命力がピンチの時にね、生命力が回復、少し回復するみたいです。はい。でもこの後がわかんない。この後がわかんないから、この後がわかんないから俺どうしよう。てか、待って、わざわざこう鍵を使った意味がないんだけど。あ、生命力のみたいなのは確かにあれだったよ。あれだったけども、待って。俺今見えた。なんか見えたぞ。この上なんかあるぞ、これ。これ。冷蔵庫の上に段ボールが乗っている。何か台のようなものがあれば届きそうだ。台のようなもの。もう台のようなものといえば、これじゃないの。さっき動かせたよね。これ、多分、これじゃないか。で、こっち回る。いや、俺絶対これだと思うな。はい、はい、はい。で、持って、はい。これで、うわ、来たー！鎌！お！なるほど。この鎌を使って、外の雑草を、ね、根こそぎ行けば、枯れるんじゃないか？あー、出た。これで、はい。これちょっと、この中で時間経過を待ちましょう。で、これもどうしても、時間経過で出ちゃうから、うん、ちょうどいい時間だったよね、多分。鎌見つけて、うん、みたいなね。うん、何気に30分近く、27分、回しますね。収録時間的には。すげえ。結構時間が忘れるぐらい楽しい。今のところその恐怖演出っていうのはもう、なんていうか、これぐらいしかないというか、赤いやつしかないんですけど。はい、ということで、じゃあ、赤い村、1回目はこの辺で終わりたいと思います。次回はこの続きからやっていきます。すごい面白いですね、これ。今のところなんか、ガーみたいなホラーはないですけど。まあ、脱出ゲーに近いんですかね。はい、というわけで、また次回もよろしくね。ではまた。